今日はあのでも私が山本太郎代表の普段知られざる部分を何とか引き出そうと、どうですか？はい、テグスね引いて用意してきまいりましたので、いやありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あのこれで令和の魅力がますます広がると私は思っております。それいります。はい。よろしくお願いします。それではまず山本太郎代表といえばこれですねです。何ですかねこれはね。これは何ですかモザイクかかってるのは権利上の問題ですか？<laughs> でまあ、ここら辺気にしてる割にはこの番組の立てつけ自体がちょっとおかしいなことになってますけどね <laughs> まずそこを気にしなきゃいけないんですけれども <laughs> 細かいところのに目いっちゃってこれはそうですねデビュー当時ですねデビュー当時はいいやこれをね知ってる方多いんですけど私恥ずかしながらちょっと番組見てなくてですねこれの時は私16歳だったんですよ <はい S 1> 5つ上だったんでちょうど大学生ぐらい <22歳 S 2> 大学生はいほとんどテレビ見てなかった何やってたんですかテレビ見ずに 飲み歩いて、麻雀やったりしてまして。でも、あれでしょ最高学譜。東京大学、まあ、あの、まあ、勉強も多少してましたけどね。えー、はい。あの。あで、私の弟の嫁さんが、えー、あの、同い年なんですけど、はい、大ファンで。えー それよくあるパターンですよ。えー、いや私はねあれなんですけれども私のえー、友達のまたその友達のその弟のみたいな太郎さんのことをねすごく応援されててっていう話ではないですね。いやそのリ,リ,リアルリアルリアル。ありがたいこれは。四十代三十代人気ありますよね。いやいやなんか懐かしいなんかあるんでしょうね。お知ってる知ってるっていう。うじゃあ次ってみましょうか。これは何ですか。<laughs> <ん>かちょっと似たような肌 <laughs> なんかが多いですね。<laughs> <laughs> 見,たこと見たことがない人から言ったらどういう表現するんだろうなと思ったら似たようなというワードが出てきましたけれどこれもね、私20代だったんでちょうど仕事を一緒ばっかやっててほとんどテレビ見てなかったここれおそらく私が20代前半ぐらいかなだからまあ同じ20代、30代ぐらいの時のこれね10年間ぐらい続いた番組で世界のいろんなところに行っていろんな村とかいろんなところにホームステイするんですよ。これは えっとニューギニアですね。パパニューギニア。そうですか。パパニューギニア山の方。はい、あ。な何日ぐらい行くんですか。これはね、えっとまあこの人たちの家にホームステイしホームステイするんですね。それ一、うん、週間ぐらいのホームステイですからね。はあ、でまあ合計で十年間の間に同じ場所に三度ほど。あ、そんなに。そうですね。はあ、で二度目に行った時には。 あの私専用の家も作ってもらいましたからもし何かあったら泊まっていただいてもそれはちょっと、ね、か確認取りづらいんですよね <laughs>、はい、それテレビクルーもみんなでも行くわけでしょテレビクルーも行くんですけどテレビクルーはちょっと離れたところ例えばですけど車で移動して1時間とかっていうところにホテルがあったりとか場所によっては、はい、もうそういうものがないっていうところの時にはもうちゃんとテントも。 貼っててにインもつけてるんですよ<ー>、うん、で僕一回連れてってっっもらったことあるんですねそのあのスタッフが待機してるっていうかス,スタッフが寝泊まりしているテント村行ったらすんごい楽しいとこなんですよ。じゃあもう山本代表はもう現地のまさに生活をするってこと <laughs> いやだってこの時なんてあのふかしたお芋ふかしいもか焼き芋、うん、あとこれに飽きたっつった時にん、えー、やろな虫の幼虫とか。 そんなしか出てこないんですよ。す一方でそのスタッフのテントとかホテル行ったら、それはもう日本から持ってきた缶詰とかお酒とか楽しいもんばっかりですよ。<laughs> じゃあ夜な夜なそっち行ってたりしてなかったいやいやえっとね、<laughs> 夜には行けないんですよ。<ー>もう。 離れすぎててなるほどで途中何やるかわかんないじゃないですかで朝方とかまたひどくて要はスタッフが来る前にみ、まあ、なり整えようかなと思ってひげりとか電動でこうするじゃないですかね、うん、そういうことをやっててだからスタッフが来る前にやろうって自分の中で思ってて朝早くとかねだから周りがまだ暗い時とかに何となく目が覚める眠り浅いですからこういうところ行くと何、うん、となく目がパッて覚めたもうこのままちょっと身近くしようかなとか思って。 で表出ていって歯磨いたりとかね、まあ、ちょっと敷地外ですよ、うん、そのこの村の中でやらないんですけど、はい、この村の囲いの外でやっててひげ剃ったりとかしてたら周りがこのあれ野良牛なんかな野良牛もう50頭ぐらいにすんごい囲まれて、えー、大丈夫でですす襲<や>わないい牛はそうですね今この場にいるので大丈夫ですけど、まあまあ、でもまあそのなんというか緊張感というか。 <laughs> その村の囲いを出たら何があるかわからないっていうことに遭遇するっていうことも経験した、ね、確かに命の保証もないですね、そんなむちゃくちゃえぐいところにはいかないんですけれども、うんうん、でも、まあちょっと今までの生活は違いますよね、今、この,この部分ですね、なんですかこれこれれペニスケースです、はをそうたん、ね、<ー>をこう石をつけてこう伸ばしていって育てていきながら、このつけるっていうね。 そうですねすそういう生活をしていたということですね<え>、これもおそらく権利上の問題ですか,か見,すせ見せたらやばいって話じゃないですよね、<laughs> はい、権利上の問題です。<laughs>